こんにちは。本当。どうもです。逆に回さん方がガンプさん。ブランディングが。旅、はい、めちゃくちゃ好きです。こういうバックパッカー的な旅はしたことないんですけど。はい、このお遍路巡りの旅も1ヶ月と2週間ぐらい経ちまして、人力車の旅、なんで走ってきたか、すべてこのためです。ご利益選手。こんにちは。本当どうもです。鬼忙しい中、いやいや、とんでもないです。もう今日はね、声かけていただいて、はい、本当もう試合よりこっちの方が重要やろということで今日はマジか、マジか、はい、なんとあの超有名なサッカー選手、いやいや笑い芸人、いやいや、まあサッカー選手がメインですけどね。私あの名セリフですよね。ああね、誘ってんじゃん。このね、僕の YouTube チャンネルのね、誘っちゃいました。なってんすけどね。僕やっぱ人力車やってるんで。ですよね。ぜひとも用意しました。お願いしますよ。楽しみです。もうそれがもうプレゼントで、もう早速、はい、もうそこ止めてるんで、ありがとうございます。時間ないんで、行きます。はい、よろしくお願いします。はい、ということであそこで、なるほど。あれは道後温泉の、はい、もうほんと綺麗な人力車です。なるほど、はい、あれ鈴木さんの人力車じゃなくて、はい、今日は、はい、僕と一緒に、はい、人車に乗るっていう、ね、なんじゃそれ。乗れると思ってました。僕も使いできたんで、はいはい、違うの今日はあれです。なるほど、はい、今日は楽しましょう。なるほどね、はい、じゃあ人力車に乗って二人でいろいろ話をして、そうじゃあそれでは人力車、はい、一緒に楽しんでいきましょう。はい、楽しんでいきましょう。それでは安全運転行ってきます。わぁ、ちょっと森脇さんの乗りの嬉しい、マジで。あ、じゃあ失礼します。人力車乗るの久しぶりや。お邪魔します。おー、すごい。これもう乗っていいですか。まあ、そうだ、走ってもいいですよ。何年ぶりですか。1年ぶりぐらい。2年ぶりぐらいですかね。はい、約2年近くなります。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おー、すごい。よろしくお願いします。じゃあちょっとせっかくなんで、ちょっと観光もしながらなんですけど、うん、一応聞いてってもいいですか。もうぜひぜひ、何でももう NG ないんで、はい、なぜ YouTube を始めたんですか。はい、僕はですね、はい、その、まあ、今まで SNS、インスタとか Twitter とか Facebook とか、うん、ブログとかもいろいろやってきたんですけど、はいはいはい、まあ、その中で一つこう自分をより多くの人に知ってもらう、またこうサッカーっていうワードをよりサッカーを知らない人にも知ってもらうことができる企画って何なのかなと思った時に、はいはい、まあ、一つこう動画コンテンツを持ちたいなっていうところで、はいはい、まあ、YouTube をスタートさせようっていうところですね。より森脇亮太っていう人物像もね、知っていただきたいなっていうことで、いやー、素晴らしいですね。 YouTube 始めたんですよ。はい、あ、じゃあお互い、うん、質問一個ずつやり合う感じでいきましょうか。あ、そうですね。ですね。あ、ちょ、海外の人いる。ちょっと交流してください。Hello. Hi, where from? Where from? Australia. Australia? Oh, I've been to Australia before. Have you? Yeah, I've been to so South Wales and so Brisbane. Yeah, yeah. ちょっとビング、イエーイ。僕はあの本当こう乗りで来てるんで、ちょっとごめんなさい。すごい。いいですかね、こういうのも。いや、全然。Thank you. You have a nice day. Bye. そうそう。英語鈴木さんすごいですね。これ本当やばい。気合、もう本当。僕、うん、ハイのことずっとヒーって言ってたんで。はいはい。え？英語喋れずに、はい、アメリカとか。あ、もう最初そうですよ。ちなみに鈴木さん、はい、このインスタライブでも、はい、やっちゃう。マジでいいですか。この話とか、マジいいですか。急に。もう何やってもいいですよ。ねえ、はい、今日はちょっと、はい、ガンプ鈴木さんと今、人力車に乗って、イエーイ、こう松山の街を、散策してます。森脇選手って入ってる。いやー、嬉しい、ありがとうございます。愛媛にいるんだ。愛媛にいるんだ。そう。人力車。あ、知ってくれてる。ああ、そうですね。人力車運転しないのバレちゃう。確かに。やばい。すごい、これ逆に回さん方がガンプさん。ブランディングが。確かに。ブランディングがこれまずい。ちょっと大丈夫ですか。全然大丈夫です。今日はそういう日。今日はオフ。今日はオフ日のね。僕も人間なんでオフなんです。はい。そう。あ、着きました。はい。ここはこちらの建物がですね、アスカの湯と言いまして、道後温泉本館の別館、外湯となっております。あそこが鈴木さん入り口ですよね。そうです、はい、で2階が休憩所になってます。で、まあ、大部屋個室とございまして、まあ、それぞれ用途に合わせてご利用いただいてます。映えスポットになってて、まあ、特にこの今中庭を覆っている花柄は有名な蜷川実花さんの写真をあしらってます。あ、そうなんですね。すげえ。
今夜だけでも死んでられない。 Do you wanna dance tonight? いやーノリノリだ。ロマンチックをラララララ Do you wanna dance tonight? あ、なんかありがとうございます。ありがとうございます。え、チャイ森脇、じゃあ僕、じゃあ次、僕の質問の感じですか。はい、旅とかってしたことあります？旅、めちゃくちゃ好きで、好きって言っても、はい、まあ、こういうバックパッカー的な旅はしたことないんですけど、シーズンオフになったら大体1ヶ月ぐらい休みがあるんで、うんうんうん、その時に家族でいろんなこの国のこうところに行って、旅行、海外行くんですか？そう、海外も行ったりして、今の、はい、まあ、大きな目標というか夢は、はい、旅人になりたいなと。バックパッカー、それこそね、これほんますか？そうなんです、ガンプ鈴木さんみたいにやっちゃいましょう。いろんな国に行きたいんですけど、はい、まあ、僕自身今家族もおって、で子供もいるってなると、一応この間嫁さんに、はい、1年でも2年でも海外に行くと。あ、来ました、ね、あ、これもしかしてすごい有名な今治タオルですね。今治タオル、面白いのか、はい、100% の蛇口みかんジュース。うわあ、で、有名な蛇口からみかんっていう。そうです。え、ちなみにすごい人力車楽しいな。旅してみたいんですよね。旅してみたいんです、本当に。それ一人で。なんで本当は家族も連れて行きたいんですけど、はいはいはい、一人でいろんなとこも行きたいなっていうところで、まあ家族にね、それを相談したんですけど、なんて言われました？やめてくれと。もう家族で行くんだったらまだしも、 あなた一人だけ行くのはやめてほしいと。あ、ね、あ、一緒に子供を育ててほしいというふうに言われて。でも限定1ヶ月だったら行けるんじゃないですか。そう、確かに限定1ヶ月いいですね。いや、1ヶ月旅、いや、本当ちょっとそれってもうむしろ何も持っていかずに、はい、そのまま行っても、うん、もう、なんていうの、旅になるというか、全く問題ないです。なんかちょっと不安があるというか、でもやっぱ、うん、何も持っていかないのは、まあ面白いんですけど、うん、僕の中でなんかこれやったらいいなってのがあって、はい、何でしょう、やっぱ旅もチャレンジなんですよね。なるほど。例えば、うん、ただ放浪するってよりかは、うん、まあ、それもいいんですけど、はい、ルート決めて、こっからここまでは、ね、絶対何日までたどり着くってのを決めといて、ルートだけ、うん、はいはい、で、そこに向かうまでの予定は何も決めずに、うん、はい、なるほど。だからマラソンと一緒ですよね。ゴールだけ決めといて、うんうん、ルートは寄り道できるように、うん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 、風吹いたらそっち行けるように。じゃあこうやって森脇亮太に今回連絡してみようかなと思ったのも、はい、急にこう、あ、だから愛媛、森脇、いや、もう森脇さんやみたいな。嬉しいな。ダメ元で行けるかな、うん、みたいな感じで、うん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 、そしたら、うわ、ほんまに会えたみたいな。愛媛はあれですか、はい、結構観光とかしました？愛媛観光しましたね。僕愛媛に高校帰ってきて、2年なんですけど、はいはいはい、僕の妻が愛媛出身なんで、うん、松山出身なんで、年にもう数回いつも来てたんで、もういろんなところを観光させてもらったっていう感じですかね。愛媛の一番なんかこう、うん、おすすめの場所とかあります？それこそ、はい、練習場があるサンパーク。バリバリ宣伝になっちゃう。いや、それはまあ半分で、半分冗談なんですけど、半分で冗談なんですけど、僕の中では夕日が綺麗なオンチッチ海岸っていう海岸、ちょっとね、北条って言って、ここから離れたところにあるんですけど、めちゃくちゃ夕日がね、綺麗なんですよ。それこそやっぱりこういう道後周りっていうのは、ものすごくおすすめですね。スタバとかおしゃれっすもんね。そうなんです。このね、道後駅もスタバもそうなんか風情があってね、おしゃれですよね。駅もおしゃれ、めっちゃ。これもともと普通の駅でした。ここのスタバさっき行ってきたんですけど、あ、どうでした？コンセントなくて、はあ、やっぱすいません言うて出てきました。なるほど。旅大事なの、コンセント。ああ、確かに、はい、コンセント、ワイヘイコンセント大事、うんうんうん、あそこコンセントあるんです。あ、なんかめちゃくちゃ階段多いっすね。神社、僕はあそこ鈴木さん登りました。結構あの階段大変ですよね。はい、130段あります。そうですね、はい、毎年10月に秋祭り、うん、おみこしのお祭りがあるんですけど、伊佐庭神社っていう、こちらにそのおみこしが奉納されてます。で、そのおみこしをあの階段マジっすか、マジっすか、下ろしてまた上げます。僕鈴木さんね、一回見に行ったんですけど、めちゃくちゃいかついですよ。もう怖くて見れないです、本当に。うわ、見たー、めっちゃ。あ、そうだ、森脇さんって英語喋れるんですか？喋れないんですよ、本当に。ノリと勢いで行ってるんで、海外に行っても、だって代表戦とかで海外行きますもんね。そうです、はい、その時でも、はい、ノリと勢いと、あとボディーランゲージ、ボディーランゲージ、はい、で、まあ乗り切れてはないですけど、まあ一緒っすね、それでもう乗り切ってるっていう、はい、ちなみに鈴木さんは、はい、行って、英語も喋れず行って、はい、どれぐらいである程度マスターしたんですか？でも本当、なんか喋るっていうのを思わないようにしたんですよ。
喋るようにして思わない、はい、もうトークトゥーハートって言って、うん、トークトゥーハート、もう相手のハートに向かって喋った日本語の伝わるっていう考えに変えちゃって、うん、出川イングリッシュと一緒に、うん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 、もう伝え切った勝ちやと思って、そしたらバリ上達しました、すごい、はい、もしでも単語が出てこんってなったらどうしてるんですか、もう手でボディーランゲージ、なるほど、で後で気になって検索して、あと勉強マジできないんで、わすごい、 Google 翻訳とかで、うん、ああこういうんやみたいな、あと耳に鳴らしたりとかして、うん、そうそう、いやでも森脇さんなんかあれですよね、なんか何でも興味持ちそうですよね、いやそうなの、何でもやりたいなって思うんですけど、ね、サッカーはなんで、あ、もう本当これ聞きたかった、サッカーやられてるのきっかけとか聞きたいです、いやきっかけは僕の親父はずっと野球やってたんですけど、はいはいはい、だけどボール蹴るのも好きで、で2個上に兄貴おるんですけど、はい、兄貴と一緒に野球もしながらサッカーもやってる時に、うん、4個上ぐらいの友達が、はいはいはい、家で2人でボール蹴るんやったら、うん、俺らと一緒にサッカーやろうよと、サッカークラブチーム入ってサッカーやろうって誘ってくれたのがきっかけで、はいはい、でサッカー行ったらめちゃくちゃ楽しいじゃんと、こんな楽しいスポーツあるのっていうので、はいはいはい、もうそこを、ね、おかんとおとんに、入れてほしいっていうので始めて、誘ってんじゃん、もう誘われちゃったっていうね、誘ってんじゃん、誘われちゃったっていう、誘われてよかったですね、ほんとそうなんですよ、お、中こんな感じですか、あ、今入れるんですかこれ、へぇー、いつ起きるかわからないって言われてる、何回と何回と、それに合わせて、まあ、耐震補強なんかも含めて、まあ、大事な工事を行う、へぇー、また来たいな、最初本当に僕も愛媛に帰ってきた時に、ここ通った時に道後温泉なくなったと思ってでこれがアートすごかったんで、確かに、なんか美術館かなんかでもできたのかなと思ったぐらいの、まあ、皆さんね、うん、また興味のある方はぜひお越しになってください、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、いやそれでは下ろします、すいません鈴木さん、ありがとうございます、はい、ということで今日は30分、はい、自転車乗って、乗って、はい、なんて言うんでしたっけ、日本語で、乗っていただきました。無形です。はい、ちょっと待って、あの、乗る自転車、やっぱ乗るの慣れてないんで、なんて言ったらいいか、確かに、はい、やっぱいつもと違うことするとね、確かに、やっぱ人って頭追いつかないですよ、本当に。やばい、ガム鈴木さん。一回ヘディングしてもいいかもしれない。ヘディングね、いや、今の俺が突っ込まなあかんすよ、逆に。ちょっとそこでね、まあ、どんな感じになるか切り替えまして、うん、はい、今日本当お忙しい中、いや、とんでもないです、ありがとうございました、ありがとうございます、次回は、僕の人生に乗ってもらえたら、ぜひお願いしますよ、はい、次は今日も本当はね、楽しみにしてたんですけど、はい、まあ、今度はあの、うん、浅草に普段やってるんで、うん、で、浅草来た時に、そうですね、東京行った時には、はい、よろしくお願いします、楽しみそれ、そんな感じで、うん、はい、また次回は、ね、面白い動画になりそうですね、ぜひあの動画見てる方、うん、もう FBC のファンになってもらって、はい、でさらに深いところまで見たいなって方もぜひとも、はい、森脇選手の YouTube チャンネル、うん、です、ね、はい、ですってね、誘ってんじゃん、はい、誘ってんじゃん TV なんですけど、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、いや嬉しい、もう宣伝していただいてでもこれいざ放送するってなったら全カットでしょ、多分結構カット多いですね、ちょいってちょいって OK 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 ありがとうございます、いやありがとうございます、すみません、ありがとうございました、はい。皆さんこんにちは、今回の四国のお遍路八十八ヶ所巡り、応援の方法が2つあります。一つはアパレルです。こんな、商品がございます、どうぞん、はい、空海さんのシャツがあったり、ランの T シャツがあったりするので、ぜひよろしくお願いいたします。でもう一つ、もしご興味がある方はファンクラブあります、どうぞん、はい、名前は PTA と言いまして、この旅を見守るような気持ちと、楽しむ心でぜひ参加してください。どちらも 100% 応援になってるんで、ぜひともよろしくお願いします。じゃあ今日も安全運転、行ってきます。